三作母交流の玉とは、静岡県の流の伝承のことである。主に、三作母の流土に伝えられている。流土とは、水窪川付近の集落である。三作母湖周辺の航空写真昔、ある漁師が、水窪川上流の途中川峡谷,谷を経て、黒星竹まで漁に出たところ、木の根のような形をした、まだ子供の蛇を見つけた。漁師は、 三歳の娘の菊のおもちゃにちょうど良いと考えて蛇を捕まえると牙を抜き、くじずれで絡めて持ち帰った。菊はこの蛇を相手に毎日を過ごすようになった。間もなく、漁師の妻のお杉が病にかかって痩せて血も吐くようになったが、血は地面に落ちる前に消える。漁師は魔物が取り付いたと疑って、お杉が血を吐くと山形のを振り回した。しかし、 手元が狂いお杉の腹に突き刺さった。不思議なことに言って気持ちは出なかったが、お杉はこの傷が元で死んだ。15年後、漁師は病を得て寝込むようになり、妻と同じ症状を示して亡くなった。すると、菊の蛇も姿を消した。しばらくして、菊の夢に蛇が現れていった。私は牙を抜かれたため竜の力を失った。その恨みによって、 お前の両親を苦しめたが、お前には、何の恨みもない。これからはお前を守ることとする。竜の玉が落ちたところへ行って、そこに住むとよい。翌朝、菊は、夢のお告げの通り、川の縁の大岩に、龍の玉を見つけた。18歳となっていた菊は、大岩の側に小屋を建てて移り住み、間もなく、優れた男性と結婚し、幸せに暮らしたという。 竜の玉が落ちて穴が開いたとされる竜の石は現在もある。ちょうど玉が入るようなくぼみのある岩である。静岡県の旧三作母町は2005年に浜松市に編入され、2007年には浜松市の政令市以降により天竜区となった。竜土には他に青面混合像で有名である。なお、途中川の水をせき止めて作ったのが三作母ダムである。 黒方湿滝は、旧三作坊町と川根本町の間にある山岳である。藤の鶴は、籠の材料になるほど丈夫である。山形は、山形とも、なた切りとも言う。家庭用坊町より少し長い刃物である。もちろん山林伐採や狩猟用刀である。ありがとうございます。